分払う YouTube 猫です。漢字一文字だけの名字の定番といえば一文字だよ。一文字、一文字むず。名字、まあ、今パッと思い浮かんだペコーラこれしかない。え、でパッと出てきちゃったけどこれかな。これでしょ。一文字って難くない？いや、でもこれはあれ、あ、待って、やばい、浮かんだ、これだ、絶対これしかないよ。え、ごめんなさい、もう揃う。今で、さっきに話させて、ごめん。え、待って、それみんなが気づいた後にペコの、その前に送っちゃった、許して、これは、待って。あ、これだー。あー、ね、やめて、いや、そばにさせて。いないかなーと思って、これディスコード見たら揃わなかったやつ、やだな、ちょっと。違う、ちょっと、おったわ。いや、これ来たなー。おったわ。やだなー、これは揃わないと。ここにおったわ。そういうことで、揃えないで頼むことだから。これは揃うでしょ。ちょっと、そういうことで一つしかないよね。ちょっと待って、うわ、絶対揃ったじゃん。ね、やめて、揃ったな、これ。やめて、ありがとう、ありがとう、みんな。本当にありがとう、みんな。ありがとう。いや、本当に嬉しい。私のことを好きすぎじゃないやついる？いるよな。おる？そうじゃん。やっぱこれが絆だよね、やっぱね。これは揃うな。バッチリです。じゃあ見てみましょう。見てみましょう。漢字一文字の名字。定番です。定番ですからね、皆さん。定番といえば、こちら。みなとみなと。すぐ怪しい。怪しい。怪しい。おいおいおい。ずるいやん。怪しいやん。だってペコが一番最初にね、パーンって、あ、これ思いついた、プンって書いて、一人目だったの。で、その後にみんなが徐々に、あ、そういえばさ、みたいな、そう、わちゃわちゃ始めてさ、地獄の空気作り出すの。なんてこだよ。合わせに行くやんけ。じゃあ私が合わせますね。今日から林アクアでよろしくお願いします。林アクア。いや、さっき風車行くっつって結局風車行ってないやつ見たよな。いや、私今日林アクアだし。ね。みなとアクアは行くけど林アクアだから。ね、ないつから林アクアになったペコ。昨日から解明させられた。え、昨日のあれひどくない？ひどくないペコですか先輩。あれどっちがひどいんだよ。やめちゃう。どっちだよ、ひどいのはさ。いや違うよ、だってあれ後からみんなあああって言ったペコじゃないですか。あれちょっとペコーラはこれやらはめられたわって思いましたよ、マジで。しかもさ、なんか森だったらさ、うん、カリオペちゃんが森だけどさ、確かに林っていう中途半端に林っていう。いや、なんかパッとでね、林が出たんですよ。なぜかわかんないペコだけど。誰だよ、林ペコラ？林ペコ、林アクア、林ペコラで、いきますか。でも、ペコラは、林アクアは、風車に行くって知ってるから。行かない、行かない。林アクア、ミナトアクアは、風車で、かっこよく決めるのが、行かないよ。林みなとアクアって知ってるから、ペコアラは。行かないよ。リスナーのこの気持ちを受け止めて成功させるのが、みなとアクア。林アクアって知ってる。行かないよ。いや、行く、行かないって言いながらも行くのが、林アクア。そうだもん。行かないよ。全、リスナーの、ウサダアクア、いつからウサダアクアになってるの、ちょっと。行かないよ。あれ、なんか今日のアクトン弱気だな。なんでだ、ね、なんか今日のアクトン弱気でおかしいな。めっちゃこの人圧かけてくる。ちょっとどう、もう持って帰ってみんな。持って帰って、まだ勝負終わってないべこですけども。サブスクラブよろしく。ポンポンポンラララララ